美鈴、大谷花子、大谷花子ね、あれじゃね、鷹の目のミホークじゃね、暇つぶしなんじゃね。うわ、これナオトじゃなくて俺にやらせんの、責任おめえ。あ、来た。どこに行ってたんだよ。知らめちゃくちゃキモない、俺想像の50倍キモいね、これ。真由美との不倫が世間に知られてす、僕は騒ぎから逃げるようにこっちの実家に戻っていた。そんな時ふと誰かに聞いた噂を思い出したんだ。映ったんだ、山田が。そしたら真由美が映ったんだ。テレビの中の真由美は僕に助けを求めているように見えた。うんうん。え、思わず真由美に触れようとした。はい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 。その時自然だ、水面に突っ込んだみたいにテレビの中に潜ったんだ。驚いたよ、訳が分からず怖かった、頭がおかしくなったと思った。そうか、テレビの向こうの世界の存在を知ったのはその自分がきっかけなんだね。俺誰かに吹き込まれたんかと思ったけど。あの晩自分に起きたことが夢なんかじゃなかったと再確認した。まあでも、うん、俺もそうなったら多分触んの避けるもんね、怖くて。あら、あの映像は救いを求める真由美が僕に見せたものだったんじゃないか、そう思った。そして雨の夜、また真夜中テレビに今度は女の子が映ったんだ。小西先輩ね。身持ちを崩しかけた僕を見かねた父に家業の手伝いをするよう言われた。引っ越し、運送業者か、うん、その時に行った酒屋の娘さんがその子だった。で話すんだ、危ないよ、狙われてるんだよ。悩んだ末にあの子を呼び出して気をつけるように警告したんだ。けれど結局その晩。はい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 、なるほどな。今さ、移ってから1日で死んでるよね、山の後小西先輩。今思えばそういう意味で言うと、この生ためがテレビの中に放り込んだおかげで遅延されてはいたよね。でなんか、そう、即日でさ、変なテレビ番組風なこともなかったよね。真夜中テレビに映った人が殺されると思って助けるために私たちをさらった、まあ、なんかテレビに入った後なんかなんだかんだほとぼり冷めて出てきて、あーよかった、助かったわーってなったけど、その裏は俺たちの奮闘があったからね。救済を始めてみたら実際死体が出なくなったわけだからな。まあね、やればやるほど自分は救えていると信じるようになったか。決まりですね、彼は殺人は犯してない。最初の二人を向こうへ放り込んだのは別の誰かです。小西さんと山野アナの二人と何らか接点があって、しかも僕たちの行動をある程度継続的に把握することができて、何より先輩の自宅に怪しまれずに近づけた人物。俺の自宅知ってるし、なんか事情も察してそうなのでやれんことないけど、足立くんは。でも堂島さんがいる家にそんなことするかなとか思ったり。一番可能性が高いのは、うわうわうわ、え、ここで、ある足立、それ以外、あ、他もある。山野アナ殺しき諸金、久保光男、美鈴、大谷花子、大谷花子ね。だが特別に彼女であると特定する理由は何も、あ、はい、すいません。え、足立じゃない、確実な理由が浮かんでいるわけじゃない。しかし何か引っかかる。え、ぽいわ。え、あの人がどうかしたのか。え、怖怖怖怖、え、すむ、足立刑事ですか。進みそうなんだけど。確かに警察関係者というのも一つの考え方ですね。え、まさかこんな早く。目撃証言が不自然に少ないことの説明もつく。生ためのトラックが証言に出なかった。そう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 、そうやね。そっか、聞いてると一応ありだな。条件は合うかけど、ってことはつまり足立さんかもってこと。まあ足立だぜ、絵に描いたみたいなあのヘタレ刑事だぜ。やっぱそうなんだよね。実はその足立刑事についてですが、なんと、しょうなの、実は以前から何かがどうも引っかかってて。あんなバカなわけない。ただの気のせいかもしれないし、なんとも言えな。え、なんかこうやって話してると足立さん来そうで怖いんだけど。くしゅ
え、めちゃくちゃ可愛いくしゃみ出てきたけど。足立さん、そんな、だってあの人山野の身辺警護だって言って。あ、そっか、身辺警護だって言って、そっか、そうなのか。来ていたんですか、山野アナの宿泊中に。山野さんがうちに泊まってた時、マスコミが宿まで押しかけたの。その時、足立さんが身辺警護って来て、有名人は大変だって中井さんが話してた。な、もしかしてさ、足立くんが言ったとしたらさ、動機あれじゃない？なんだろうと思った時に、この田舎なんもないよねみたいなこと言ったんよね、ずっと。つまんないでしょみたいな。あれじゃね？鷹の目のミホークじゃね？暇つぶしなんじゃね？身辺警護。俺名探偵名乗っていいか？宿泊はしなかったんですね。山野さんの死体発見者である小西さんにも足立刑事は何度も聴取しています。それが二人と足立さんを結ぶ線。でも人殺すほどの動機なんかな。考えてみりゃ、足立さんと俺らって結構いろんなとこで会ってるよ。そうなんだよな、肝心なとこで毎回ふわっと現れて肝心な情報を残して去っていくんだよね。その度言い過ぎちゃったとかって警察の内情話してたけど、さすがにそこまでヤバくないよね。俺たちを踊らせるためだったとか。なんか足立さんにそうやってポロッと内部事情を聞いた。まあでも堂島さんの身内の主人公がいるからっていうところはちょっと否めないか。脅迫状だって簡単にポストに入れられる。まあね。っていうか証拠隠滅もできるよね。まあできるね。まあでもって思っちゃうと、それに視野が狭まっちゃうから、他も考えた方がいいんだろうけどね。足立が犯人だわ。ちょっと早いかも。まあ、とにかく確認しよう。え、でもどう確認する？あくまで。いや、そうそうなんで、条件が当てはまってるだけで。すぐに確認した方がいいですね。え、電話で行くの？どうも、お世話になってます、白金です。事件のことで少し気になることがあるので、足立刑事と連絡が取りたいんですが。うん。え？搬送？あ、これから？え、生ためな、え？はい、どうも。生ためどうにかされちゃう？足立刑事は生ための搬送準備で病院に行っているそうです。すぐに向かいましょう。待って。うわ、めちゃくちゃ事件が動きそう。何かが動き始めている。真実に少しずつ近づいた気がする。あ、これ足立だ。これ足立だよ。あ、いたいたいた足立。てめえ、この人殺しやろう。ぶち殺しやる。あれ、話早。君たちなんでこんなとこに。そうだ、堂島さん知らない？病室から抜け出したって言われて。あ、終わったんだ。生ための搬送も終わったし、これで帰れるはずだったんだけどな。搬送終わったんですか？前から思ってましたけど、ずいぶん急ぐんですね。搬送？え？ああ。めちゃくちゃさ、直人さ、今鎌かけに行ってるよね。すごい。すごい鎌かけに行ってる今。だってほら、堂島さんや奈々子ちゃんとこのまま一緒じゃさ。まあ言ってたよね、なんか。なんで被害者と加害者同じ病院にっつって。で、運搬できねえからっつって、まあ、それ言われたら確かに急ぐのもわかるよね。君たちだってその方が良かったろ。ん？何？あ、堂島さんだ。足立、生ためはどうした？生ためならもう搬送しましたよ。報告しようと思って探してたのに。搬送しただ？おい、誰がいいと言った？奴にはまだ聞きたいことが残ってんだ。まあ、この調子なら搬送した方が良さそうだな。君たちもさ、いい加減もう帰ってよ。警察の仕事の邪魔になるからさ。なんか一回疑うとめちゃくちゃうさんくさく見えるな。お前ら、こんなところで何してる？堂島さんの前で聞こうぜ。確かめたいことがあってきたんです、足立さんに。足立を問いただそう。あ、来た。うわ、これ直人じゃなくて俺にやらせんの？責任おめえ。あんま。山の真由美が消えた時のこと。いや、この場に堂島サインのマジで助かるな。何ヶ月も前のことだし、急に思い出せって言われてもな。まあね。聞きたいことってそれかい？どうしたの一体？マロトルで脅迫状のこと。いや、よく覚えてないけど。おい、覚えてないだ？あれは鑑識と組んで調べるようにってお前に渡しただろう。忘れたのか？おっと、ボロが出たんじゃないかこれ。あの後すぐ堂島さん事故ったりして慌ただしくなったもんで、つい。それにあんなのただのいたずらでしょ。逃がさねえぞおい。その前に最後の確認をさせてください。
最初に殺された2人は実は生ための仕業じゃないとはっきり分かったんです。もう堂島さんの前で隠してもしゃあねえからな。別の誰かが殺したんだ。足立さん、知りませんか？てめえなんじゃねえかって言ってんだよ。お、な、バカ言うな。そんなの生ためが全部入れたに決まってるだろ。入れた？入れた？今何に入れたって？全部入れた？入れたとか入れないとかってのは何の話だ？ああ、出たな、おい！お前、手口について何か知ってるのか？そうか。今わかりました。僕が生ための日記を読んだ時のこと、覚えてますか？俺が思ったところと違うぜ。未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者も書かれてる。と僕が言った時、足立さん、あなたはこう言ったんだ。あ、すごい、そりゃ決まりだねって。あー、すげえ本当だ。何が決まりなんですか？そんなことあったのかいだよね。本来あの時警察はまだ事件に未遂のケースがあったなんて知りもしなかった。確かにおかしいじゃないですか。おかしいよな。しかも数日消息がつかめないなんて無数にあることだ。なのに僕が読み上げた名前に異論が出ないのもおかしい。おい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 、やっちまったな。おい足立刑事、おりゃ足立で決まりだ。知らないよ。い、忙しいって言ってるでしょ。あ、待ちやれ。おら漢字に任せるか。あ、逃げたなあいつ。テレビの中によ。頼む、足立を見つけてくれ。このままってわけにはいかない。堂島さんも頼るしかないよね、こんなの。まさかとは思うけど。だって犯人なら入れるはずでしょ。でも思ったよりポロッと出たね、ボロが。こっから中に入って。やっぱ焦るんだな。いつも通り昼にジュネスから行こう。クマ、ああ、いつの間にかクマが座っている。ここはどこ、クマか。おい、クマどこ行ってたんだよ、お前。みんな心配してるぞ。クマはあの世界にいた。ただのシャドウだったんだ、クマ。でもお前からシャドウが出て、シャドウからシャドウが出て、そのシャドウと戦って、お前のシャドウがそれでペルソナになっとるやないか。それだったらお前はシャドウじゃなくてペルソナなんちゃうんかい。でももう行かなくちゃ。でも行くな。でも行くな、クマ。ここはきっと先生の居場所は、クマがいていいところじゃないみたい。いいからいろよ。さよなら先生。ここは、あ、帰ってきた。結局戻ってきたんだ。ナナコがここにいたって、クマ何の役にも立たないの。そんなことねえ。クマさん。あ、ナナコ。やっぱりクマさんだ。いや、この目の下のクマな。聞こえたよ、頑張れって。お兄ちゃんたちの声も。ナナコ。ナナちゃん、ナナちゃん頑張ってる。きっとみんなも今頃頑張ってる。やっとわかったか。そうだ、みんなのところへ戻らなきゃ。クマ、あ、来た。お前どこに行ってたんだよ。知らごめん。あ、なるほどね。まあちょっと後ろめたさあるよね、急に消えて。リセちゃん、レディを泣かせるんじゃねえぜ、クマ。嘘泣き、なんでやねん。バカ。よし、これで全員揃ったことだし、明日から仕切り直しだな。でもおかしいな。こっち確か最初に先生たちが3人で入った場所。お？最初に入った。一番最初って小西先輩のとこか。あの顔切り抜かれたポスターとか貼ってたキモい部屋か。あれだ。そういえば確かにあれ、うわ、何の部屋だっけってなったわ。思い出した、あったね。あ、これ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 。目かけてやってたのに不倫なんかしやがって。え、どういうこと。誰だ。おなんか感じ悪い顔してる。柄悪い。なんか俺と顔似てるな。犯人はお前ら。ベー、何のことだかね。人生で言ってみたいセリフナンバー5。お任せおったって甘いんだよ。ナンバー5。この場所にいることそのものが証拠だ。答えろ。お前が山の穴をテレビに落としたんだろう。まあ、この部屋山の穴の家っぽいよね、これ。あれは事故だよ。
暴れるからしょうがないでしょ。同期やんな。あ、これね。誰よあなた、こんなとこに呼び出して。で、重要な話って何？あなたが不倫してるとかって、嘘ですよね、あんなの。そんなことあなたに説明する必要ないでしょ。え、そっか、否定しないんだ。マナミガチ勢やったん、もしかして足立って。目かけてやってたのに、こんなくだらない女だったなんてな。言えば一度怖い思いして頭とか冷やした方がいいよ。え、なんか思ってた理由と全然違うわ。ただの過激派ガチ恋勢。何をする気？画面を触って力に気づいたのは偶然だった僕を裏切ったバカな女をちょっと懲らしめようとしただけさ。めちゃくちゃキモない？あだち、俺想像の50倍キモいね、これ。はじめは普通に仕事絡みで呼んだんだ。真由美の死体の第一発見者だし、うん、万が一何か見たとかだったら、ほら、聞いとかないとね。何なんですかこれ、事情聴取の続きじゃん。わこわ。それよりさ、昼間見たんだよ。お前生ためと。おう。僕とは嫌だって？それなら僕にも考えがあるけど。おい、童貞くん、こじらせすぎだろ。え、いや。ったく、何が女子高生だ。綺麗に入ったな、この世の中クソだな。僕が学生の頃は勉強しかさせてもらえなかったっての。こじらせすぎだろ。都会でエリートになるはずが、こんな田舎に飛ばされて。けど代わりにこんな面白い力を手に入れたってわけか。面白い。ふざけんな！こっちへ人を入れりゃ死ぬって、山の前見ん時に知っただろ。知ってたらなんだっての？正論が通じねえ。ここにさっきの後何もしてないよ。あとは生ためだろ。小西ってこの死体が上がった後、夜中に警察に電話してきてさ、うん、2人も死んで警察も忙しくてさ、出たのたまたま僕だったんだよね。へえ、あの2人の死にそんな法則がね。それで今度はその変な番組に映った和服の女の子が殺されると。そうだ、そんなに助けたいのならさ、ご自分でやったら。例えばさ、どこか誰にも見つからない場所にかくまっておくとかさ、助けてあげればいいじゃない、今度こそね。すげえだろ、誤解しちゃった生ためがよりによって僕に電話してきちゃうんだから。なんかなんだろうね、そのさ、テレビの予告のところにその人の人影が出るっていうのは、ちょっと足立くんが関与してることじゃないっぽいよね。でテレビに入る前から出たじゃん。でわかんないけど運命なんかな、なんかあれってもう予告で何らかの形で足立くんだったり生食べだったり何らかの因果でどうしても入っちゃうもんなんかね、結局。それかそれの警告だったか、次この人が危ないよっていう単純な警告で結果ああそうなっちゃったね、なのか。神レベルで、運命の神レベルで何かが動いてんのかもしらん。久保光雄をやった時もワクワクしたな。ああ、光雄入れたのはお前か。そうだな。署のテレビのある部屋に通して動揺してる間に一気にやった。まさか進んで罪をかぶりたがる奴が出るなんて想像してなかった。そうだね。もしマジで犯人なら事件解決ってオチになりかねない。そうだね。そうなれば生ためが救済をやめちまう。そりゃダメだ、ゲームが冷める。だから周りに帰らせましたって言って、とっさの思いつきでテレビに入れたんだ。許すとか許さないとかどうでもいいよ。どうせこことあっちの世界はもうすぐ一緒になるっぽいし。何言ってんだこいつ。なんで俺たちの方がたくさん世界入ってんのにさ、お前の方が事情詳しいの。こいつ本体じゃないよ。あ、シャドウ。足立本人は別の場所にいる。何それ、シャコや。すごいすごい、そこまでわかるんだ。世界の意志にどっちが選ばれるか決めようじゃないか。世界の意志か。お、来た、パレス。通れる場所ができてる。準備やりすぎってぐらい整えて、私の顔面に靴跡つけてやろう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも